チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤真理奈です。いろいろなニュースから、私の気になったことを、ピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、韓国原発、米国で勝訴、でも技術はただではない、盗んで黙認は日本だけ、危険原発を世界に撒くな、についてです。今週末は、沈黙の艦隊を見に行く予定のマリナです。世界の危機です。戦争も紛争も、温暖化も、大災害も危機ですが、未熟でずさんなものが売る、原発の恐怖のお話です。9月20日、中央日報。韓国水力原子力、輸出防ぐ米企業に勝訴、欧州受注の道開かれる、から。米原発企業のウェスティングハウスが、競合会社である、韓国水力原子力の、独自原発輸出を防ぐため、米裁判所に起こした訴訟が、約1年ぶりに却下された。韓国水力原子力が事実上、勝訴に近い結果を受けたことで、揺らいでた原発輸出の道が開かれることになった。韓国水力原子力などが、19日に明らかにしたところによると、米ワシントン DC 連邦地裁は18日、韓国水力原子力の主張を受け入れ、ウェスティングハウスが提起した訴訟を却下すると判決した。これに先立ちウェスティングハウスは、昨年10月に APR1400 に代表される、韓国型原発が米原子力エネルギー法上の輸出統制対象である自社の技術を使ったとして、米国政府の許可なく輸出できないよう求める内容の訴訟を起こした。もし米国の裁判所がウェスティングハウスの主張を受け入れれば、韓国水力原子力が原発を輸出するたびに、ウェスティングハウスと米国政府の許諾を得なければならなくなる状況だった。だが裁判所は、ウェスティングハウスに訴訟を提起する権限はないと判断した。これにより1年近く続いた訴訟戦もひとまず終えられた。原発業界では、今回の判決を、ウェスティングハウスが無理に訴訟に出たことを見せたものと評価する。欧州などで原発受注をめぐり、競合する韓国水力原子力を牽制すると同時に、自分たちの価値を高めるための次元ということだ。昨年2022年10月、韓水電がポーランドやチェコなどに、韓国型原発と称する韓国製の原発を輸出しようとしたのですが、米国ウェスティングハウスが自社の技術を活用したと主張。米政府の許可なしには輸出できなくするよう求める訴訟を起こしました。まあ、そういったウェスティングハウスが起こした訴訟が却下されちゃった。ということです。残念ながら。しかし、実のところ、問題はそこだけではないのです。記事の続きです。中略。今回の訴訟の核心争点は、韓国型原発が文字通り韓国の独自技術なのか。ウェスティングハウスの技術が含まれているのかどうかだった。だがこうした知的財産権問題を確認する代わりに、訴訟資格だけで却下の判決が下された。ウェスティングハウスが知的財産権問題で敗訴したものではないだけに、今後ウェスティングハウスが判決に従わなければ、米高国裁判所で核心争点を再び争うことになる恐れもある。また、大韓商事仲裁院でも同じ問題を扱う。国際仲裁手続きが進行している。米連邦裁判所と別に進行される手続きであるだけに、仲裁員が韓国水力原子力ではなく、ウェスティングハウスの手を挙げる可能性を排除することはできない。攻略。原発開発初期には、ウェスティングハウスの助けを受けているのは、韓国水力原子力も認めるところですが、その先は独自で開発したので、問題はないというのが、韓国側の主張なわけです。マリナは大方、ウェスティングハウスの主張が正しかろうと思っています。何しろありとあらゆるものを、自国発祥と言いたがるので、もう、その辺は信用できないわけです。空手の発祥は、韓国でテコンドーが先だとか、茶道も、剣道も、相撲もだそうですよ。ププ。あげたらキリがありません。おまけに、イチゴだ、マスカットだ。和牛だと盗んで持ち帰って、勝手に栽培して、安く売り回ってと、最悪の盗っ人国家をやってるわけです。ついこの間までの、
内燃機関エンジンの車は、三菱の力を借りてやってきたものですよ。日本はその辺が優しいというか、甘いので、結果、やられ放題です。あ、鉄鋼や造船もですね。まあ、この辺は日本としての恨み節ですが、韓国の今回の原発技術みたいな件は、世界中にあります。造船の方では、一昨年12月頃に、フランスと一悶着ありました。韓国で作った LNG 液化天然ガスタンカーの設計技術は、フランス企業、ガストランスポート&テクニガスが保有するもの。真似をして、一生懸命韓国製を作ろうとしたけど、欠陥品ばかりでお手上げという結果。韓国で造船しても、ロイヤリティを持っていかれると、不満たらたらでした。そんなの、当たり前だっちゅうの。人様の技術使って、ただで済むと思うなってこと。勝手に盗んでもいいことになっているのは、日本だけだぞ、今のところ。いつか盗んだものは、全部返してもらうからね。対ドイツでは、戦車と潜水艦ですかね。潜水艦は、一生懸命真似して、と言ってもやはりドイツ部品に頼りながら、なんとか稼働させているようですが、それをよそ様に言ったら、とんでもないことに。インドネシアの悲惨な事故を招いたんじゃないかな。戦車は、悲劇こそ、生んでいませんが、とにかくこちらも、長らく純韓国製戦車が作れず、結局ドイツ製トランスミッションの組み合わせで、なんとかものになってますが、こちらも、ドイツは、当初難色を示していたのに、ある意味強引に作って、失敗して、泣きついた結果です。そんなのは、戦闘機とかにもあったし、米国製品も手に入れると、分解されて真似しようと、するって言うんで、分解したら、警報が発信される仕組みつけられちゃったりね。もう信用されてないんですよ。ちゃんと正規のルートで契約して、ロイヤリティ払って、その上にちゃんと売り上げを立てないと、赤字っていうのになっちゃうんです。そして、韓国の作った原発の危うさは、UAE で起きた、格納建物の亀裂騒ぎだったり、海外メディアからは、韓国が UAE に建設している、低価格型、バラカ原発の設計図では、二重格納建物が抜けている。欧州では、必須のこの装置がないというのは、エアバッグと安全ベルトなしに車を運転するのと変わらない、とめったくそ言われていました。セメントの使い方は、自国内マンション崩壊事故を見ても未だにダメだし、とにかく建造物をまともに作れなかったんですから、本当に危険極まりないわけです。韓国国内の原発も、汚染水漏れやら、問題の多いずさんな作りのようですし、つい先日、9月16日にも、韓国ハヌル原発4号機が、冷却水系統に異常ありということで、手動停止。その後も原因がわからないのか、21日過ぎても停止のまま。大丈夫か?モロッコ、トルコ、至るところで起きている地震も心配ですよ。韓国製の建造物なんて、信用できるもんじゃない。ましてや原発なんて。世界が終わるシナリオ、意外とこんなところから、話は始まるのかもしれませんよ。怖い怖い、秋だというのに、怖い話で背筋が凍りましたか。それ、気温が下がってきてるのに、エアコン温度低すぎかも。季節の変わり目、皆さんも体をいたわってくださいませ。今週末は、バイクにも乗って、どっか行きたいと思っているマリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。メンバーシップ、マリナ支援お願いします。